わかめご飯、出来上がりです。仕上がりにちょっとごまなどを振るってあげても美味しいです。こんにちは、たけさんです。今日のお料理なんですが、これを聞くと、うわ、懐かしいなとか、給食で食べたななんて方もいるかもしれません。シンプルで素朴な風合いですが、これがまた美味しい、わかめご飯を作っていきたいと思います。どうですか？皆様、学校の給食でわかめご飯とか出ましたかね？給食の献立って年代とか地域によってだいぶ違うと思うのですが、私の小学校なんかでは時々給食に出て、これ結構人気ありましたね。あとはカレーライスとかきなこパンとか、そんなの出るともうみんな大層喜んでましたね。手早く炊けて便利ですので、本日はこんな炊飯土鍋を使いますが、もちろん普通の電子炊飯ジャーでも結構です。美味しくできます。わかめご飯、それでは作っていきましょう。わかめご飯、材料説明です。お米1合、わかめ 30g、 塩小さじ1/2、日本酒大さじ1、以上です。わかめ、本日こんな塩にまぶしてある塩蔵わかめを使っていきます。生のわかめがあれば生のわかめ、なければ乾燥のわかめでも結構です。まずこちらわかめの処理、こんなボウルなどに移していただいて、お水を張って何度か変えて塩を落としていきます。ちょっと洗ってきます。わかめ、何度か水を変えて洗ってあげて、こんな感じです。何度か水を変えて塩を洗ったわかめ、こんな感じです。こちらのわかめを細かく刻んでいきます。ちょっと向きを変えてあげて、さらにもうちょっと細かく刻んでみます。このような感じに細かく刻んでください。刻んだわかめはまた何か器の方に移しておいてください。塩を洗って細かく切ったわかめ、わかめの処理は以上です。本日お米の方は炊飯土鍋で炊いていきたいと思います。電子ジャーでも同じように美味しくできます。炊飯土鍋、蓋はこのように二重になっています。こちらに洗ったお米を1合、そして大さじ1杯のお酒はカップに入れていただいて、こちらに普段お米を炊くのと同量のお水を入れます。お米1に対してお水1、だいたいそんなところです。お酒とお水を合わせてお米と同量を入れます。そしてお塩小さじ1/2、こちらを軽く混ぜていただいて、コンロに火をかけて炊いていきます。ガス台の方に来ました。それでは火をつけていきます。火加減は沸騰するまでは強火です。慣れている方は最初からもう蓋をしてしまっても結構ですが、中が見えないと結構不安なものです。最初は蓋を開けたまま強火にかけて大丈夫です。周りがだんだんふつふつとしてきています。こんな感じになってきましたら、内蓋、そして外のもう一つの蓋を閉めていきます。ちょっとするとこちらの蒸気口から蒸気が上がってくるのがわかると思います。そして音とともに周りもパチパチパチとちょっと水が跳ねているのがお分かりでしょうか。こんな感じになりましたら火をぐっと弱火に落とします。そしてタイマーを使って4分炊飯。
沸騰したら火はもう、うんと弱火です。4分経ちました。ここで1、2秒一瞬だけ火を強くして火を止めます。4分炊いて火を止めましたら、今度は10分間蒸らします。4分炊いて10分蒸らす。さて、そろそろ炊き上がりです。キッチンタイマー便利です。100円で買えますので、ぜひ。それでは蓋を開けていきます。火を止めて10分経ってますが、土鍋は保温性が高いのでまだこんなように湯気が立っています。こちらに先ほど刻んだわかめを投入、さっくりと混ぜていきます。いいですね、磯の香りがプーンとしてきます。熱が入り、わかめもとても鮮やかな色になってきます。ここで今一度蓋をして 2,3 分蒸らします。ちょっと蒸らしましたら、お茶碗によそって出来上がりということになります。わかめご飯出来上がりです。仕上がりにちょっとごまなどを振るってあげても美味しいです。いかがでしたでしょうか。わかめご飯、炊きたての熱々はもちろん、冷めても美味しいです。おにぎりにして、お弁当なんかにしても美味しいです。乾燥のわかめでも美味しくできるのですが、もしご用意できれば生のわかめ、塩漬けわかめを使っていただくと、味も香りも少し上がった美味しいわかめご飯ができます。ぜひお試しください。このチャンネルでは、簡単美味しいお料理、おつまみレシピ、そして日本酒、本格焼酎などについてお話ししています。皆様よろしかったら、チャンネル登録およびコメント、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは本日も美味しいで元気に。皆様良い一日を。